今日は、11月の16日ですね。11月の16日の8時ですね。今日は素晴らしい天気になりました。昨日までの寒さを打って変わって、今日は、通常の11月に、戻るようですね。そして私は、2週間ぶりに鎌倉カヤック釣りバカ日記にこれから行きたいと思いますね。材木座海岸はこういうのを並び静かで、あそこにパドボが2人やってるな。あんな悲惨なところはしょうがない。この正面が和賀島ですね。和賀島にはカモメさんがあんなにたくさんいますね。カモメがあんなにたくさんいますね。北風もだんだん収まってくる。富士山も、もう3名、5合目、実は3合目ぐらいまでしっかり雪をかぶってますね。しっかり雪をかぶってます。これぐらいです。海岸は、疲れ目だよな。今日もカワハギを狙っていきます。空は見よう、雲一つない。青空になってね。